こんにちは。ふむ、ものは試しじゃ、あんたにこれをやろう。何？はい。ん？イエーイ！うまい！何それ？魔物使いの指輪、でかすぎない？その指輪。どっちかというとヘッドバンドみたいな大きさあるけれど。まあ、それは私が看守に取られないように隠しておいた指輪、どこに隠してたんですか？魔物使いの指輪を持っておれば、魔物の餌を使うことができる。え、なんで指輪持ってないと使うことできないの？さあ、このスライムに私の胸元であなた、言わなくていいんだよ、お前。魔物の餌を使ってみ。え、仲間にできるってこと？え、そういう要素今回あるのかな？めっちゃいいやん。ドラゴン仲間にしたいな。魔物の仲間にしよう。一部の魔物は倒した後起き上がり、仲間になりたそうにしていることがある。魔物の餌を渡すと仲間に。ああ、じゃあ仲間になりたそうにしなきゃ、餌すら渡せないってことなのね。二段階あるってことか。じゃあ渡すよ。何これ28って。ああ、この時間内に渡さなきゃいけないってことなのね。はい、どうぞ。やったぜ。もうさ、なんかさ、仲間になりたそうにしてるならさ、別にあげなくてもいいような気がするけれど。きびだんご理論なのかな。なんとスライムが仲間に加わった。君は燃え盛る火炎とか使える？レベル99になってる？レベル99になっても大して使えないんだよね、スライムって。まあいいや。これで？あ、名前入力できるんだ。じゃあ。はい、じゃあ、スラ吉でいきたいと思います。私ですね、スライム冒険記という漫画が昔すごい大好きで、そのね、主人公がスラ吉という名前だったので、スラ吉でいきたいと思います。よろしくお願いします。ほう、魔物に餌をやって仲間にしたのか、なかなか面白い方法だな。ありがとう、人間さん。僕悪い、もう来たよ、名言が。いいじゃないの。転生スライムでもこのセリフ出てきたよね。なんて言うと思ってけ。俺様の名は、スライハルト。4文字しか作れなかったのに、なんで君6文字なの？勝手に変な名前つけて、だってそういう項目が出たから、しかも変な名前って言うなよ、お前。だがま、スラ吉ってのも悪いだよ。そうだよ、勇者の装備できるんだよ。あんたの好きに呼びゃいいさ。そうか、このスライムはあのマーカスに懐いてた。マーカス？誰？な、あんた、ビルダーなんだろ？俺が脱獄の手伝いをしてやんぜ。ビルダーと俺様なら、絶対できる。方法あるの？スライム風情が偉そうに。目つきの悪いあんちゃん、こいつのダチなんだろ。俺様があんたも逃がしてやろうぜ。そうだね、人数は多い方がいいもんね。脱獄ってのは太陽の下でやるもんじゃねえ。今日の夜から作戦開始としようぜ。でもモンスターとか嫁が聞きそうじゃない？もし夜まですることがねえなら、あそこのベンチで休みゃいい。座ってりゃすぐに夕方になるぜ。便利だね。さて、俺様がうろちょろしてると監視どもに怪しまれちまう。夜になるまであんたの服の中に。なんで服の中なの？必要ある、それ。はあ、どこに入っちゃったのかな。あのスライム一瞬で隠れやがったな。ずいぶん器用なやつだぜ。まあ、水の羽衣の色も似てるしね。さて、ドアビブ、スライムが言っていた通りにベンチに座って夕方を待つか。そうだね、夜を待たなきゃいけないんだろうし、やることもないしね。俺はちょっと今トイレに行きたくなったんで、トイレ行ってきます。さあ、じゃあ夜を待ちますか。何もすることがないってのも退屈で我慢できないぜ。自分のことを振り返るいい機会かもしれないよ。どうする、アビブ、ベンチに座って夕方を待つか。そうだね、日光に当たってちょっと日光浴を浴びたいんですけれど、まあたまには日陰でね、悲しい気持ちに浸るのもいいんじゃないかな。わかった、ここに座ってこれからどうするか考えをまとめておこうぜ。悲しいっていうのは負の感情じゃないんだよ。喜怒哀楽全てを使うことによって人間らしく生きるんだよ。よし、今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。ああ、日光不足でビタミン D が足りない。明日も構成だ。監視から夕食をもらうのを忘れるなよ。わかりました。今日はゆでキャベツがいいな。それともなんだろう。お、またキューティクルが。5932番、夕食だ、受け取れ。はい、団子虫。よいしょと。何もらってんだろう。俺と違うものもらってるとかありそうじゃない。6207番、夕食だ、受け取れ。毎日毎日ありがとうございます。何、またキャベツか。知ってたけどね。6208番、貴様は何日抜くの。大丈夫、視力もう1週間ぐらい経つんじゃない、食べなくて。よく生きられるね。さあ、じゃあ戻りますか。こうやって毎日毎日何もない日々を送っているとあれだね、人間というのはやっぱり働いてこその生き物なんだなってことを実感するよね。素晴らしい構成施設だ、ここ。ちゃんと人間らしくいるにはどうすればいいんだろうということを教えてくれるね。さあ、こいつには絶対負けないぞ。よいしょよいしょ。さあ、また戻りますか。武器とか少しずつ蓄えていけばいいのに。さあ、自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。
いよいよラズゴクに向けて動き出す夜だな。あの生意気なスライムがどこまで役に立つかわからないが、なんとか脱獄して島に帰ろうぜ。ああやって本人の目の前でそういうこと言ってるけどさ、隠れられるんでしょ、特技で。だったらさ、船が来た時にさ、一人で逃げられそうな気もするけどね。実はな、あいつらに任せてきたピラミッドのことも気になって、そっちのこと？まあ、壊されてないか心配だよね、確かに。あんなに頑張ったんだから。ミルズやオンバあたりは俺がいないとサボるかもしれないからな。あ、もう生きてることは前提なんだ。いいね、その信頼関係。6208番。何を無駄口を叩いている？すいませんでした。ひとまず後のことは任せたぜ。あのスライムと脱獄の手がかりを探すんだ。隙間さえあればね、スライムだったらどこでも入れるし。さあ、囚人どもさっさと自分の牢に入れ。わかりました。明日のご飯は、煮キャベツがいいです。ようやの扉に扉がか、鍵がかけられた。さあ、整えるんだ、囚人ども。明日も楽しい構成が待っている。あ、構成出たいな。脱獄しないで構成したいな。6207番。はい。6207番。俺のことアビブって呼んでよ、サラキチは。わあ、出てきた。プシュって。おっさ。何をぬぼーと、ぼーとでしょ？してやがるんだ。あんたここから抜け出してんだろ。そうだね、もうちょっと痛い気持ちもあるけれど。実はあんたのこの部屋は、ちょっとした仕掛けがあんのさ。仕掛け？どこに？ほらほら、部屋の中をよく調べてみな。よく調べてみる？壺しかなくない？やっぱり。すごい匂いがする。え、自分の匂いじゃないの？これって。調べますよ。よいしょ。だってもう1週間ぐらい経ってんだしね。もう自分の匂いに染まってるでしょ。どこを調べればいいの？手がかりを探そう。寝るの？おうおう、いいところに。あ、ここで、そのベッドどうにかできねえの。でもハンマーないから壊せないよ。あ、壊せるんだ、手で。おうおう、ベッドをどかしたんだな。あんたなかなか勘がいい。そうだね、ここだけ色が違うもんね。最初から気になってたよ、俺。で、下に何がある？そこの地面、あんたならどうにかできるんじゃないか。大丈夫？素手で。あー、ここ砂なのかな。おうおう、ベッドの下を掘って、隠された穴を見せ、あ、階段まであんじゃん、ご丁寧に。おっしゃ、早速下に降りてみようぜ。砂に囲まれてたっていうのに。なんで埋もれてないんだろう。うわっ、え、誰かがここから脱出したってことかな。このブロックの先に鉱石がありそう。おっかむるの。あ、地下室に出たか。反応が遅いよ。ここは俺の古いダチがコツコツ掘っていた穴で。な、え、めちゃめちゃ広いじゃん。上の方まで掘る必要あった、それ。なんか快適な空間を目指してたのかな。そこの壺にヒントがあるぜ。まずは中を調べ。絶対うんこしか入ってないじゃん。これ以上うんこはもう触りたくないよ。机はゲットできない。お？強烈な匂いがする。ものすごく汚れた壺だ。手を突っ込んで、ものすごくって注意書きもあるのに調べるんだ。じゃあ調べとこうぜ。ガサゴソ。なんと壺の中から汚れた紙切れを見つけた。べちょべちょになってない？やっはーじゃねえよ。何かのメモを手に入れた。なんか脱出の手がかりとなるメモなのかな。おうおう、見つけたか。そんな汚えもん、高々と掲げやがって。ごめんね、俺もそう思ってたけどさ、それデフォルトでそういう仕草があるんだ。ごめんね。そんじゃあ、そいつをそこの板のテーブルに置いて、何が書いてあるか読んでみな。え？今日こっちは？調べます、調べます。薬草とかないの？ないか。じゃあ、置きますよ。ここで置くと。おうおう、おらおら、何が書いてあったんだ？何？脱獄計画。あ、これミッションなんだ。私は世界中の牢獄を脱獄してきた男。人呼んで脱獄の王。あいつの顔しか思い浮かばねえわ。私は今夜誰一人抜け出たことのない監獄島からの脱獄に挑む。懐いてくれたスライムを島に残、何残してって言ったの？残念だが、私は脱獄の王。脱獄こそ私。私こそ脱獄なのだ。私は必ずやり遂げる。しかしもし道半ばで倒れたら、誰かが私の意志を継いでくれると嬉しい。脱獄できたのかなこれ。脱獄王、マーカス。脱獄王マーカスは、わざとハーゴン教団に捕まって、この島からの脱獄に挑んだんだ。しかし、脱獄は失敗に終わり、奴はそのまま行方不明。あ、うわ、失敗しちゃったんだ。でも今でも生きてるんじゃないのどっかで。俺様は脱獄王マーカスに憧れてての失敗してんのに。あいつの意志を継ぐ奴を待ってたんだ。なあ、6207番。俺様と一緒に、監獄島からの脱獄計画を成功させてくれねえか？利害は一致してるってことか。でもちょっと家の選択肢の文章も見たい。せっかくスタッフさんが用意してくれたんだからさ。ねえ、スクエニのスタッフさんがせっかく用意してくれた選択肢を見ないわけにはいかないよ。おいおい、そりゃねえぜ。あんたこの監獄島に一生いるつもりか？いや、あと2、3年はバカンスを楽しみたいなって思ってるんだけど。ダメなの？
しょうがないか。やっぱりルルちゃんが心配してるからね、早めに脱獄しよう。うん。おっしゃ、そうくらくってな。そんじゃ、韓国島脱獄計画のスタートだぜ。ミッションスタート。まずは何から手始めに？だがな、思いっきり出鼻をくじくが、早速問題ありなんだ。なになに？その動きかわいいね。この島は荒れ狂う海の中にある。もし泥動くから脱出できても、船がねえと脱獄は、そうだよね。それの問題を解決しないと。作れるアビブ。何？船ごと教団にと捕まっただと？もう壊されちゃってんじゃね、船。こいつはいい。その船が島のどっかに残されてりゃ、そいつを使って脱獄できんな。壊れてるだろうしな。それにしても船での航行は教団が禁止しているはずだぜ。あんた緩い顔してやることやって、違います。運転してるのはあの間抜け面です。よし、船はどうにかなりそうだ。あとは牢獄から出ることを考えるとしよう。ここにはマーガスが作った抜け穴。どこ？やっぱりあそこの砂ブロックかな。これ見よがしの素手で壊せる砂の壁を探び、砂の壁ここ。ああ、もうすでに穴開いてんじゃねえかよよいしょよいしょ。おお、砂の壁を壊したんだな。あんたいい拳持って、初めて褒められたわ。そういうところ嬉しい。道はまだ続いてるみてえだ。先に進んでみようぜ。筋肉がないだのさ、強そうじゃないだの言われてきたけど、初めて拳を褒められた。この拳をずっと掲げて生きていこう。さあ、キノコと骨がある。骨はゲットできないかな。また牛さんのできないね。やっぱ硬いものはダメなんだ。すげえ手にダメージ受けそうだけど。あ、こっちにも穴がありそう。これ埋めたのかな、このマーカーとか。それとも自然に埋まったのかな。よいしょ、キンキン言ってるよ。硬いものが奥にあるの。よいしょいしょいしょい。さあ、うわ、めっちゃ続いてんじゃん。コツコツ掘ってさって言うけどさ、コツコツレベルじゃねえんだけど。普通さ、あれじゃない、人一人通れる分ぐらいのさ、狭い隙間を開けるのがやっとじゃん。こんな広い大空間まで作るなんて、すげえな。見た目のこだわりがあったな。こんな狭い穴じゃ、脱獄王の流すタイル。で、すごいな。よく作ったね、頑張ったね。あ、炎が掲げられてるよ。もう何年も経ってるはずなのに、燃料が途切れないなんて、なんて便利な松明なんだ。よいしょっと。さあ、これで、お、木があって、あ、まだこれ中間なの。結構長い感じなのかな。さあ、じゃあこっちの、どっちだ？あ、なんか木があるけど。この先、あ、部屋っぽくなってる。これ壊せる？あ、壊せる木だ、木なのに。アウェブの拳がどんどん成長していくよ。ナイス。ほら、あー、お、ここは、隣のあいつらじゃん。あいつら何、二人部屋なの。建物の中に出たな。何があるか調べてみようぜ。いいの調べちゃって。ちょっと待って、さ、録画が、録音できてるかちょっと確認します。はい、すいません。たまにね、録音できてない時がある。そういうのチェックしておかないと。おっす。返事がない。ただ、屍なんかい。え？これあのダンゴムシじゃないの？返事がない。屍。屍のようだって言ってるけど、絶対生きてるよね。これ外に出てるわけじゃないんだよね。え、何この扉。何のために作ったの？設計ミスじゃん、完全に。あ、こっちにもあって。何？うわー、燃え盛ってる。あ、ただの灯籠か。で、こっち側。この扉がすげえ気になるんだけど、何のためにあるんだろう。あ、また倒れてる。あのおばあちゃんじゃん。あのおばあちゃんならおそらく何か手伝ってくれるような気するけど、あいつ裏切りそうじゃね。自分のあのなんか得点稼ぎのために最悪なやつ。あ、なんかあるよ。あ、看板に文字がっていうか、何、宝箱あるじゃん。これは天国の炉。追いさらばえて死んだ者、運悪く死んでしまった者はここで弔われる。死して剣士となり、ハーゴン様に仕えるのだ。ああ、じゃあの骸骨兵士とかは元人間なのか。やっぱり書かれた文字はここで終わっている。天国の牢か、名前だけは救いがありそうだが、こんなところで終わりを迎えるなんざ。まあピラごめんだな。え、入っちゃダメなの？え、てか越えられねえんだけど、謎の壁があって宝箱取りたいよ。俺だったら大してダメージ受けないだろうしさ。え、じゃあこっち側かな。え、扉がすごいおしゃれチックな扉使ってんだけど、こいつだけ。あ、ああ、船長。なんで船長、全然気づかなかった。他には何もないもんね。おばあちゃん、おばあちゃんじゃなかった。しかも返事がない。ただの屍のようだ。みんな屍になってんの。船長、なんでこんなところにいるの。小綺麗な格好しちゃって、なんで服剥ぎ取られなかったの君は。っ、ここはもしかしてそれ皮膚なのかな。服に見せかけて。うわ、なんだこいつ、死体じゃねえのかよ。うわ、アビブさん、よくぞご無事で。こいつどうやらずっと眠っていたらしいな。死体だと思われてここに。そういうことなの。え、じゃあこいつら、え、
今までさ、出会ってた奴らじゃなくて本当の屍なの？ここはどこでやすか？足の大事な船はどこでやすか？渡れちゃったんじゃない？この死に損ないが。あんたは船の船長だよね。そうだ、船手に入れても航海術がないとダメだしね。どっちにしても連れて行かなきゃ。おっしゃ、船長も一緒に来い。この建物の中をもっと調べるんだ。うん。飲み込み早いね。なんでここにいるでやすかとか聞かないの。すごいな。すべてを察したんだろう。理解力エッセンスだね。じゃあ、シド君もさ、合流しなきゃいけないし、探さなきゃいけないしね。気になるな、これ。で、奥。お？あ、鍵かかっちゃってるよ。鍵がかかった扉か。くんくんくん。匂いでわかるの何か。この匂い。外はすぐそこみてえだ。ここを開けられりゃ、外に出られそうだな。鍵か、一個手に入れればいいのね。鍵にはいろいろ、脱獄にはいろいろと準備がいる。こっから出入りできりゃ便利なんだが。何？スライムに鼻があった。確かに。クリリン現象なのかな。はい、あんた。気にするところはそこかよ。あんた、いまいち緊張感がねえな。すいません。操ってるものが緊張感ないもので。アビブの中の人の緊張感をもっと保ちましょうか。ん？今何か。え、バレた？何？やべ、監視だ。隠れろ。どこに？あそこに。うさ耳がちょっとはみ出てるよ。人影が見えた気がするが。あ、鍵開けてくれんじゃねえ？ここで。確認のために。あ、え？なんかすごい可愛い猫ちゃんがいたよ。センズとか持ってそうな。にゃー。お、なんだ、猫か。何か化けた姿なんじゃない？大丈夫？ふう、間一髪だったぜ。それともあれが監視とか。よし、今日のところはここまでにしておこう。忘れんな。俺たちは囚人なんだ。朝になる前に牢屋に戻ってなきゃいけない。じゃあ毎日毎日夜、起きて、で、ここに来てって感じか。寝不足になっちゃう。お肌が荒れそう。ひとまずここの扉を見つけられたのは収穫だったな。あとはどうやって扉を開けるか考えよう。ただ今日のところは、あの地下道を引き返して、独房に戻るんだ。オッケー。達成。でも、船長どうすんの？そのうち見つかっちゃいそうだけど。ここをさ、開けるのを待ってさ、で、襲って、バッて行っちゃえばいいんじゃないの？一匹ぐらいいなくなってもあいつら気にしないでしょ。あ、なんかそこが光ってるよ。ん？あ、ここまで来いっていうことか。それにしても、あっしらが監獄島なんてところに入れられちまうとは。船長は知ってんの？監獄島のこと。バビフさん、実は前から聞こう聞こうと思って聞けなかったことがあったでやす。ハーゴン教団は、ロトの血を引く三勇者が、そうだよね、倒したんでしょ。教団を倒したというか、ハーゴン自体をね、倒したもんね。どうして生島ハーゴン教団がのさばってるでやんす？残党っていう割に勢力が強すぎるでやす。確かに。おいおい、船長さんよ。船長って決まったセリフを吐くもんだろ？あんたちょっと個性が強すぎ、メタ発言やめてよ、スラキチ君。ああ、そういや、足の船はどこにあるでやす。それも探さないとね。あの船は足の相棒なんでやす。アビブさんにとっての指導さんなんでやす。あ、それは大事だね。すぐに探しに行くでやす。だから今日は戻るっつってんだろうがよ、この野郎。人の話聞いてた？いいか、脱獄するためにはあんたとあんたの相棒の協力が不可欠だ。わかったら、死の五の言わず、ついてきな。アビブさん、このスライム口が悪いでやすね。お前は頭が悪いけどな。アビブさんは口が悪いのが好みでやす。俺の性癖みたいに言うのやめてよ。やすやす、うるせえんだよ。いいから、俺様について来やがれ、ヤス。映ってるよ。ヤス。バカにしてんのか、お前。そんじゃ、6207番。俺様とヤス船長は先に戻ってるぜ。元来た道を戻って、独房の地下まで来てくれ。オッケー。そっか。これ、屍なの？あの、ダンゴムシじゃないのかな？あの、色違いなだけなのかな？ここの水とかさ、潜って上まで行けば、なんか、たどり着くとかありそうじゃない？ここの先とか。なんもないか。すげえ荒ぶって。お待たせ。あ、じゃあ船長ここに住むって感じになるのかな。今日のところはこれで終わりだ。最初の下調べにしちゃ上出来だったぜ。かなり進んだね、一気に。まず独房からは外に出られない。だが、この通路から焼却場に行けば、外に出られる可能性がある。あそこ焼却場だったんだ。ってことは、つまり、あの扉を開けられればいいですね。スライムだったら隙間からさ、通り抜けられるんだしさ、向こう側に行って鍵持ってきてくれるとか、そういうことできないのかな。そうだ、鍵さえあれば扉を開けて外に出られるだろう。それじゃあ、あそこの扉を開ければ、もう脱獄は完了なんでやすか？すげえくるくる振り返るな、アピブ。バカ野郎、そんな簡単なわけねえだろ。扉を開けるのは、地下を掘る準備のためさ。地下を掘る準備？海まで出るには、どっちにしてもこの地下道を掘り進めなきゃいけねえ。だが素手で掘るには限界がある。そうだよね、もう皮が剥けちゃうよ。
とでやすか、あの扉から外に出て、地下道を掘る方法を探すんでやすね。お、やす、なかなか物分かりがいいじゃないか。やすって名前だったっけ。伊達にヒゲ面じゃねえの。ヒゲ面は無能が多いけどね。そのためにも、まずはあの扉の鍵をどうにかして、あそこはあんたに任せるぜ。わかった。看守が持ってんかな。そろそろ夜明けが近そうでやす。足はスラ吉さんとここにいるやす。指導さんによろしくでやす。指導くんとも合流しなきゃ。牢に戻ったら砂を、床を砂で埋めてわらべっとを置くんだ。地下道のことを看守にバレねえようにな。わかった。砂集めてさ、ブロックをゲットして、で韓国島のさ、あの断崖絶壁の上の方とかさ、探索できるようにしたいんだよ。砂集めとこう。さ、じゃあとりあえずこれだけあれば十分だよね。木材もゲットしたし、よいしょと。これで塞いで、砂で、床の穴を塞いだな。それならバッチリだ。大丈夫？埋もれてない？あの脱獄王マーカスがどうしても果たせなかった脱獄の夢、ビルダーのあんたとならきっと果たせる。6207番、いや、アビグって言ったかな。一緒に必ず脱獄の成功させようぜ。そうだね、早く日の光を浴びたいよ。日の光は毎日浴びてるか。寝よう。ビタミン D を補給しないと。はあ、スヤリン、ちょっとこんな小切れな格好で。こうして監獄島に連れてこられて5日目の夜が過ぎた。地下道焼却場、鍵、壊せない壁、脱獄にはまだまだ準備が必要のようだ。山積みだね、問題が。無事監獄島から抜け出し、ルルたちが待つ空っぽ島に帰れるだろうか。どうだろうね。まあ脱獄できなきゃゲームが進まないから脱獄できるんだろうけど。さあ、じゃあ終わった。次の日、起きろ囚人ども、朝の点呼の時間だ。すごいね、起きろって言われる前に起きたアビブは。偉いね。お、貴様ら一体何をした、何をしたんだ。え、何が。監視長たる悪魔神官様が烈火のごとくお怒りだ。貴様らまさかよからぬことをしたのでは。え、何、いびきがうるさかった、もしかして。話は監視長様から聞け。さあ、まずは朝の天候に向かうんだ。わかりました。しのく、早く、絶対負けるわけにいけないよ、あいつらには。よし。あらー、負けねえぞ、こいつら、この野郎。今日も俺が一番乗りだ。監視さん、ちゃんと点数稼ぎしとかないと。で、体力を回復させて、よいしょ、よいしょ。よし、これで走れば問題ない。素晴らしい。はい、今日も一番乗りで来ました。どうですか、優秀でしょう、俺。今日はキャベツ2個でお願いします。さあ、これで全員集まった。あ、確かに色が若干違うんだね、みんな。白髪じゃなかったし、髪の色、ダンゴムシももうちょっと薄かったもんね、あいつ倒れてるやつ。囚人だ、貴様らとんでもないことをしてくれたな。何ですか。日頃の恩を忘れ、貴様らは俺の泥に顔を塗ったのだ。絶対に、絶対に許さん。何のこと。さあ、駆け足で畑にいる監視長様のところへ向かい、え、天候はいらないの。またほら、動けない。6207番、6208番、貴様らいい加減にしろよ。どうして毎日ワンテンポ遅れるの。コントローラーが効かないからです。救いにのせいです。さあさあ、貴様らも畑に向かい、お花畑に向かいましょうか。こっち側はまだ通れないかな。宝箱あるから乗りたいんだけどな。そっから先は立ち入り禁止だ。まあでも多分あの岩山とかこの上とかは登れると思うんだよね。なんか登れない仕様になってたから。でもブロックがあれば、あ、でも置けないかな。置くことができないって言われそうだな。よいしょ。はい、ダメでした。一応ね、マップ、ここら辺まで行ったんだけど、やっぱりここら辺まで来ちゃうと、何をしているって感じで、強制的に連れ戻されちゃいました。海に落ちても、おい、誰か海に落ちたぞって感じで、すぐに拾い上げられてしまって、何もできませんでした。やっぱり探索はできないみたいだね。遅いぞ、6207番、6208番。貴様らまですごいお待たせしました。ごめんなさい。さあ、全員私の元へ集まれ。何ですか、何が原因ですか。全員揃った。私は残念だ。昨日の夜、この坊内でよからぬことをし、誰だろう、全然心当たりない、全然わからない、誰だろう。昨日の夜中、この三号坊の奥である本が発見された。構成中の貴様らを惑わす危険な本だ。本、紙じゃなくてメモじゃなくて、心当たりが、あ、なんか言ってたね、なんか暇つぶしに読んでるみたいな、あの荒くれか。名乗り出れば他の者は許してやろう。名乗り出なければ全員懲罰棒行きだ。懲罰棒なんてやで、何されるの。一回行ってみたいけど。さあ、誰だこの、違う。なんでそんなもん持ってんだよ。どうやって手に入れたの。はぁーってみんな震えてる。俺も欲しいって。ほう、名乗り出ない期
か。そうだよね、恥ずかしすぎて言えないよね。それなら懲罰房に送られた方がまだマシだって考えちゃうよね。まあいい、少し考える時間をやろう。それぞれ好きに時間を使ってよい。正直に名乗り出て許しを請うか、あくまで隠すか、よく考え。絶対荒くれじゃん、もうほら震えてるし、筋肉がそれを求めていたんですとか言いそうじゃない。やれやれ、ただでさえやる気がなくなっているところに勘弁してくれよ。やる気って何のやる気。おっす、エッチな本なんて、おお、俺は知らねえ。だだだだだだだ、暗示で知らねえ。嘘が下手なんだな、やっぱり荒くれどもは。そっか、じゃあもう犯人は分かったけれど、どうやって解決するんだろう。僕は何も知らないぞ。エッチな本なんて興味も、興味ないの。じゃあ違うところに興味があるんだ。それはそれで怖いな。オスダンゴムシ、まさかとは思うけど僕を疑ってるのかい。僕ならそんなヘマはしないさ。しなさそうだよね、確かに。スルーされそう、君。じゃあおばばはないのに、さすがに。おばばもう枯れちゃってるだろうし。おばば、おんば、君なの。まったく若いもんはどうしようもないもんさね。正直に名乗り出てほしいもんだ。あんまり危機感を感じてないってことは、懲罰房も大したことないのかな。くすぐり地獄みたいな、そんなことされるぐらいかな。監視長が怒ってやがった原因、お前のことじゃなくて、よかったな。そうだね、バレたかと思ったよ。ところでアビブ、エッチな本っていうのは何なんだ。そんなにヤバい本なのか、シド君見てみればわかると思うよ。まあいい、それで昨日の夜は何をしていたんだ。あのスライムに何か聞けたのか。周りに誰もいない。ちょっとなんか聞き耳立てられそうだけど、まあ骸骨に耳はないか。うん、あれあれ、しかしか高校だ。うん、ここには監視もいるし話しにくい。まあちょっと遠いけどね。それもそうだな、じゃあ俺についてこい。あっちで話そうで。どっち、またあの椅子なんだ。仕事してなくても本当に何も怒られないんだね。素晴らしいとこだね、ちゃんと食事も与えられて最高じゃん。あ、こっちじゃないの。よし、ここなら監視ども気にせず。めっちゃ聞き耳立ててるやつがいるんだけど、絶対チクるよこいつ。あんたたち、どうしてよりにもよって私の定位置の近くで。おばあちゃん、ここが定位置なんだね。何してんのいつも。それで昨日の夜は何があったんだ。ほう、そうか。あ、なんか今近づいてこなかった、あいつ。あ、何、ご飯待ちか。船長の野郎、生きてやがったんだな、安心したぜ。脱獄王のメモに牢屋の下の地下道、それに焼却場か。お前ずるいぞ、一人で勝手に面白そうなことをしやがって。大して面白くもなかったよ。どうしても行かなきゃダメですか。焼却場なんて死体だらけのところに。あの金髪くんかな。俺が行きますって名乗り出ればいいんだよ、そこで。カッカッカ、もちろんだ。焼却場の掃除は自由時間に優先する。さあ早く行け、自分の舌で舐められるまで磨き上げていこう。なかなか難しいこと言うね、舐めるなんて。衝撃座って、昨日お前が行ったところだよな。話を聞いてみようぜ。俺が行きますみたいな感じすればね、探索もできるし。ん？君たち、焼却場に興味があるのかい。そうなんです、学生時代からずっと焼却場が好きで。あの燃える匂いっていいよね。だったらちょうどいい、僕の代わりに掃除に行ってくれないか。掃除大好きなんで。でもただでとはちょっと言えないよね。キャベツ1個くれるならやってあげますよ。そんな、ねえ、いいだろ、僕は死体が大の苦手なんだ。得意なやついねえよ。焼却場の掃除を代わってくれよ。分かったよ、じゃあ今日のキャベツは葉っぱ1枚ちょうだいね。ああ、助かった。あんな死体だらけのところ、できれば行きたくない。おう、6207番、6208番。貴様らが焼却場の掃除に行くんだな。いい度胸だ。2人で行っていいの？やったー。何？焼却場には鍵がかかっている。今のままじゃ中に入れない。なんでそんな自分から、ボロを出すようなことすんだよ、お前。だったらしょうがない。掃除はなしだ。なんて言うと思ったか。あ、これはまさか鍵をくれるの？焼却場の前にいる看守に言えば鍵を渡してくれるだろう。そいつで扉を開けて中を掃除していこう。いや、普通看守が開けるんじゃない？渡さないでしょ、さすがに。焼却場はここを出て北へまっすぐだ。さっさと行け。あっすー。そっか、渡してくれるんだ。めっちゃ優しい。じゃあ、こっちの奥ね。机がある。焼却場はこの先だ。ちゃんと伝わってるんだね。ほうれん草がしっかりしてるわ。素晴らしい連携力だね。さあ、じゃあ、こっち側。こんにちは。あなたが監視さんですか？焼却場ってどこ ?6207 番、6208番。何を勝手に行動している？死にたいのか？勝手じゃないですよ。命令をちゃんとこなしています。ほう？貴様らが焼却場の掃除担当になったのか。いい心がけだな。そうなんです。常に向上心があるんです、私。人間どもは死体が嫌いでな。泣き言ばかり言って扱いが面倒だ。貴様らは一生焼却場の。マジかよ、やったぜ、死ぬまで燃える匂いを嗅げる。
あで、あ、鍵くれた。なんてちょろいんだ。その鍵で扉を開けて中に入れ。そして看板の奥にある天国の炉の中で骨をすべて拾ってくるのだ。骨を？え、入れるのそもそも。お菓子の真似はするなよ。ここからしっかり下を見張っている。掃除を終えたら報告。え、宝箱は絶対あれ罠なんでしょ。あれ開けちゃうとなんか悪いこと起きるみたいな。とりあえずセーブして宝箱を開けてみようかね。開けないわけにはいかないよね。さあ、じゃあここであそこに繋がってるってことだよね。お、鍵が開いたな。これで毎日調べ放題だね。ここがお前の牢屋から繋がってる場所ってわけだ。前はここが開けられなかったんだよな。だったらここの鍵は開けたままにしてくれ。バレるってそんなの。これでお前の牢屋からここの扉を開けて外に出られるぞ。6207番、6208番、何をしている？早く掃除に行かんか。すいません、ちょっとどうやって掃除するって、ちょっとフォーメーション話し合ってたんです。ち、仕方ない。ひとまず中の掃除を終わらせようぜ。掃除はちゃんとするんだ。偉い。仕事をちゃんと、しかも真っ先に。すごいわ。ちょっと待って、俺の好感度が下がっちゃうよ。ここが焼却場か。死体と骨だらけで、なかなか面白い場所だ。確か、看守のやつは、看板の奥の天国の炉の中にある骨をすべて拾ってこいって言ってたよな。よし、やることやったらさっさと戻ろうぜ。これ戻ろうとしたら止められちゃうかな。だよね。見張っていると言っただろう。関係ないところ、うろちゃう。どこで見てんの？シースルー能力あんのかな。え、骨があるね。これをゲットすればいいの。熱くないの？大丈夫？どうやって拾うの？あ、壊すんだ。骨は壊せるんだよね。掃除しよう。あー！何？ちょっと、それ急にダメージを与えるのやめて。何が入ってるのかな。やった！薬草だー！超嬉しい。これで回復ができるので、宝箱は取れないと。そっかー。これどういうシステムなんだろう、この炎が吹き出すシステム。俺も作りたいからの、作り方教えてほしい。ちょーっと、あ、こいつらか、なんだ、下から吹いてるかと思った。めっちゃダメージ受けんだけど、死んじゃう死んじゃう。よいしょ、でも薬草があるから大丈夫か。ほっ、逃げられない。あれどうやって逃げりゃいいんだよ。よし、これで掃除は終わったな。監視の野郎に報告に戻ろうぜ。薬草のことはバラしちゃダメだよ、シドウ君。絶対に俺とシドウ君の仲だからね。チッ、ロトがいるだけあって体が焦げるかと。実際焦げたんじゃない？髪の毛チリチリになってない？それにしても趣味が悪いな。人間を魔物にするなんて。これもハーゴンの趣味なのか。まあ戦力は多い方がいいしね。都合がいいんじゃない？骨なんか持ってても仕方ない。その辺に置いておけよ。なんで？カルシウム部分として肥料になるじゃん。よし、上に戻って感謝の野郎に報告しようぜ。本当に捨てやがった、この野郎。骨砕いてさ、大地に返せばさ、貴重な肥料になるのに。弔ってあげる意味でもちゃんと持ってきてあげればいいのにな。アビブ、お前の牢屋とつながる外への扉は開けられた。だが牢から出ても島から出られるわけじゃない。これからどうする？なんかね、作戦があるらしいんだよ。そうか、このルートを使って外に出て地下道の壁を掘る方法を探すか。ハンマーがないとね。あの踏み絵してたやつがさ、ハンマー持ってんじゃない。ち、お前のハンマーがあれば壁ぐらい簡単に壊せるのにな。6207番、6208番、何を無駄話している。見張っていると言っただろ。もう掃除終えたら戻ってこい。グズグズしていると懲罰棒に叩き込むぞ。もう二言目にはすぐそれだもんね。本当にもう飴をもうちょっとくれよ。ムチばっかじゃなくてさ。さあ、はい、終わりました。すごい頑張りましたよ。遅いぞ。6207番、6208番、やっと天国の炉の掃除が終わったんだな。俺は貴様らの方が筋肉は、なんでお肌がプニプニだから。囚人ってやつはもっと死んだ目で作業に当たるもの。その点貴様らは囚人の自覚が足りんのだ。いや、だってもう向上心があるんで、すいません。まあいつか適当に理由をつけて懲罰棒にぶち込んでやる。この野郎、けっけっけ。貴様らを早く懲罰棒にいる大木槌に合わせてやりたい。実は大木槌仲間とかそういうことありそうじゃない？この人はどうなってんだろう。あー、そこが天国の、あ、なるほど、ここが天国の檻につながってんのか。それは見られるわな。懲罰棒の大木槌か。噂には聞くが、どんなやつなんだろうな。監視の前で胸口叩くのよ、指導君。やめてよ、俺まで仲間にされちゃうから。大木槌か、てんてんてん。ちょ、移動してから喋るんですよ。掃除は終わったんだ。早くいつもの畑に戻れ。そうだね、脳内 お花畑になって畑で仕事しよう。ただいま戻りました。あ、なんだか囚人どもの様子が変だぜ。え、どうしちゃったの？座り込んじゃってみんな。うぅ、ギギギギギギ。おい、貴様ら、何があった？え、もう懲罰されちゃったの？私の慈悲にもかかわらず、例のあの本を隠していた犯人が、とうとう名乗り出なかった。荒くれ、お前。
とてもとても残念だが、これでここにいる全員が懲罰棒送りということに。なに、痛くしないでよ。脇こちょこちょ攻撃ぐらいでとどめて。待て、シド君、そのエッチな本とやらを持ち込んだのは俺、立ちって言うなよ。自分だけにしろ。なんで俺まで巻き込むんだよ。つほう、貴様らがあのエッチな本、そうなんです、好きで好きでたまらなかったんです。6208番、貴様はまさか囚人どもかばうつもりか。バレてんじゃん、シド君。いいだろう。では6207番、6208番、貴様ら2人は懲罰棒送りだ。足の裏こちょこちょ攻撃でとどめて、お願いだから。自分以外の誰かをかばう、最も憎むべき愚かな行為だ。嫌いそうだよね、こういうの。持ち物は全て没収。貴様ら、ちょっと薬草は残しといてよ。極長様直々の特別な構成を受けてもらう。極長様、落とせ。落ちたな。その間抜けなサウンドエフェクトはなんだよ。チェッ、あいつら手荒なことしやがって。大丈夫か、アビブ。そこに武器あんじゃん、あれ持っていこうぜ。ここは一体ん、綺麗なところだね。あ、ズンズン言ってるよ。めっちゃバイブレーション。あ、コントローラーの電池がどんどん減っていく。何そのリアクション。